はい、どうもこんにちは。大将さんのアシスタントのたよりーくんです。はい、今回もね、大将さん何か買ったようなので、そちらの方をね紹介したいということで、動画の方を撮ったようですので解説していきます。はい、今回購入したのが、今ね箱の中から出しましたこちらの商品ですね。はい、ワイヤレスサウンドバー、メーカーがタオトロニクスというメーカーになります。はい、こちらの方 Amazon の方で購入いたしまして、購入時の価格が3580円でもって、なんと 40% オフのクーポンがついておりました。Amazon のね、ページではベスベッドかなんかのブランドと書いてあったんですが、届いたのはタオトロニクスの TPSK025 というね、型番のサウンドバーです。はい、これをね、なぜ購入したかというと、数ヶ月前にね、この動画の方でもアップしておりますけども、奥さん用にですね、大将さんの奥さん用に、ハイセンスの24型のテレビ購入したんですが、これの音があまりにもひどすぎるということで、まあ、サウンドバーでもつければ少し、音がマシになるんじゃないかということで、格安のものをね、ちょっと選んで買ってみたということになります。はい。で、今ね、見ているのが説明書。よくあるタイプのいろんな言語で書かれている文ですね。もちろん、日本語のページもございます。はい。あとは、これ、三級カード的なもんですかね。オレンジ色の紙が1枚入っております。では、早速、取り出していきたいと思うんですが、まず、本体の方ですね。今、開けておりますが、長さが約41センチ。デュアルスピーカー&パッシブラジエーターということで、最大5ワットのスピーカーが2機と、パッシブラジエーターも2機、搭載しているということですね。まあ、パッシブラジエーターがついていることで低音が、ある程度いいんじゃないかなというふうに思ってます。こんな感じですね。はい。あと、背面の方ですけども、接続は非常に簡単。AUX の、ポートと、それから電源ですね。それしかもないです。あとは壁掛け用の穴が一応ついてますので、壁掛けができるようになってます。それと、あと付属しているのは、オーディオケーブルですね。こちらが1本と、はい、これ、まあ、3.5 ミリのオーディオケーブルですね。それと、あとは AC アダプターということになります。はい、一応この保護用のね、シールっていうか、シートというか、剥がします。スイッチ類は側面にですね、ついておりますよ。真ん中が電源ボタンになって、あとは横の方でね、いろいろボタンがあります。軽いですね、重さは 655g というふうに記載してありました。はい。ではね、早速、接続して使ってみたいと思います。と言っても、接続と言ってもね、電源、AC アダプターで電源取って、あとは、テレビのね、出力端子の方から、スピーカーの方の入力端子に入れるだけですけども、まずはね、今、繋ぐ前ですね、テレビ本体の音を聞いていただいております。まあね、聞いていただいてわかるようにこもったようなね、なんかもう変な音っていうかね、どうしようもないような音です。少しはこれがマシになればいいかなって思ってますよ。はい、ではね、スピーカーのをつないでみたいと思います。
テレビのイヤホン端子に、オーディオケーブル挿しまして、それで電源入れます。電源ね、側面、右の側面にあります。電源入りました。それではね、先ほどと同じ、音楽ですね、聞いてみたいと思います。まず、著作権等の関係で今回は、YouTuber とかよく使ってるようなフリー BGM のね、サイト、こちらの方を YouTube の方から流しておりますよ。はい、いかがでしょうか。もともとのね、テレビの音よりはかなり良くなったんじゃないかなと思います。はい、あとね、こちらの方、うちの大将さんの奥さんの方もですね、かなり気に入ってくれたみたいで、はい、あとはちょっと夜なんかね、あまりこの大きな音で聞けないときはケーブルにちょっと余裕があるので、手元の方まで引っ張ってきて、手元スピーカーみたいな形で超音量で聞いたりもしてるようです。はい、ということでね、今回は、タオトロニクスのサウンドバーですね、Bluetooth も使えるタイプです、TTSK025、 こちらの方を紹介させていただきました。はい、よろしければね、チャンネル登録と高評価をいただくと、動画作成の励みになると大将さんも言っておりますので、よろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でまたお会いいたしましょう。あと最後までね、少しだけ音楽の方を聴いてみてください。それではバイバイ。